いやー最近寒いからさ、お風呂とか行きたいなー。あーいいねー、露天風呂とかいいよね。露天風呂ね、富山にいい露天風呂があるんだよ。いやいや、でも富山遠いもん。あ、じゃあ分かったよ、露天風呂俺が作ってあげる。バンバン研究所、あっちあっちあっちです。こんにちは、えっちゃんです。りっちゃんです。はい、というわけで今回はですね、はい、こちら海外で流行っているワブルバブルという巨大風船に似た商品があったので、こちらで露天風呂作っていきたいと思います。それではこちらにお湯を入れるためにお風呂へゴー。はい、ということでね、こんな感じで風船にじょうろを刺して、ここからお湯を入れていきましょう。冷めちゃうからね、ちょっと厚めのお湯入れとこう。めっちゃ熱いやつね。47度ぐらいでいこっか。あ、でね、今回はちょっと屋上までね、重い風船を運ばなきゃいけないから、このキャスター付きのね、コロコロの中で作ってそれごと持ってきます。はい、3、2、1、ファイヤー。熱いの熱いの熱いの。おー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 おお、入っとる入っとる入ってる入ってる入ってる、もう全然余裕で入ってる。おっ、え、おっ、そう、おおお、え、どうなってんの、戻して、うわぁ、すごい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 。よし、じゃあみんな分作って屋上に移動させようか。持っていきましょう。無理で寒いよ、頑張って。吐いた吐いた、え、すごいすごい。え、でも今日マジで露天風呂日和じゃない、マジで晴天だね。よいしょよいしょ、転がしたい、転がしたい、大丈夫だ、怖くないよ、怖くない、そうそうそう、きたあ、いい子いい子、あ、いい子だ。はい、移動してきました。あれ、でもなんかさ、お風呂2つしかなくない？申し訳ない、ちょっと病み上がりなんで。あー、そっかそっか。じゃあまあ2人だけでやろうか。てかさ、よっちゃんさっきテカテカしてない？気のせいじゃね。あ、そっか、まあ、じゃ、まあまあとりあえず入ろうか。やろうか、よし。はい、ということで早速この中に、じゃあよっちから入ってみる。そうだね、ちょっと入ってみて、僕ちょっと怖いから私。そうだね、よし。あー、こけた、いくぞ、めっちゃったけ。え、こぼれない、こぼれない、もっと伸ばした方が上に。そう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 、大丈夫大丈夫。あ、あ、そう、そこまで、そこまでって持ちながらね、慎重に入って上に伸ばす感じで、上に。あ、ちょっと待って、熱いわ、熱いの熱いの、マジ、ちょっと、あ、それ熱い方じゃん、それ熱い方じゃん、熱い方じゃん、熱い方じゃん、抑えながら、やべやべ、上に伸ばして、後ろ、後ろ誰か持って、え、そうそうそう、伸ばしたから。で、しゃがんで、なんだこの子、あ、やばいやばい、せざり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 、あー、よし、で、肩まで持ってきて、はい、やっと入ってしまった。すげー、何これ何これ、俺下半身しか使ってないんだけど、あれ、腕長い、腕長い、そう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 、いいよいいよ、あそこ気をつけて、そうそう、あ、いたいたいた、あ、いた、あ、いた、あ、いた、イエーイ。どう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 、え、めっちゃ気持ちいいよ、本当に、ほら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 、じゃあ私も入るかな。いや、そう、出れないでしょ、あげるか、あげるか、温めて、ちょっと俺可愛いじゃん。あったかでしょ、あったかあったか、あったか、適温適温、めっちゃ気持ちいい。よしよし、行くよ、こからだぞ、手が、むずいむずい、お尻入れて、お尻入れて、あー、くれちゃう、くれちゃう、前持っててね、あ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 、くが、くが、え、これ何これ、え、かわいそう、動けない、でもまだここあったかいから、ただこう高いから。てか寒くなってきた。寒い寒い寒い。寒くなってきた。風風寒い、風風。風風。風風。じゃあ行くよ。じゃあ入浴剤行くよ。入れるよ、やち。はい。えい。森の香りだからちゃんと。え、嘘。ちょっとあれどこ行った俺。え、あ、どうどうどう。え、あ、なんか出てる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 。あ、香りがすごい。あ、すげえ。香りすごい。すげえいいね俺。え、てかめっちゃ緑になってんじゃん。めっちゃ緑じゃん。俺すげえいい香りになってこれ出るよ。うん。私も一応ね、ちょっとエッチャーあるから、私もあるから、エッチャーのセクシーな太ももの隙間から、うん、ちょっと、あー、もう、あー、そっちです、そっちです、あ、いい湯だわ、いいだろ、いいわ、そう、足湯、足湯、私足湯だからこれ、え、もともと足湯やる予定だったんだけど、あ、そうなってて、そう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 だよね、うん、ほら、都会で森林浴、音がする、音がする、音がする、でもなんかちょっときついんだよね。シュールすぎるよ、音がする。はい、ということで、まあね、いい香りがしてるよね、都会とは思えない、めっちゃ気持ちいい、森の香り、うん、実際入ってみた感想としては、非常に窮屈です。お湯は気持ちいい、膝、気持ちいいんだけどさ、膝しか感じられないのよね、あったかさが。まあね、背中とかちょっと寒そうだけど。そう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 、まあ、りっちゃんは足湯って、そうそう、足湯足湯足湯、都会でも露天風呂はできま
ます。ますね。できますね。できますね。富山行く必要なかったね。まあなかったね。ということでね、皆さんこちらの動画が面白かった、楽しかったと思ったら高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。おーい。わあ。いやどうする。よしこのままじゃあ帰ろうか。じゃあ帰る。当たってみればいいんじゃない。ちょっと当たってみる。当たって。あ、ちょっと待って、やばい、なんか脱皮したみたいになってた。足が寒いから早落ち、早落ちしました。はい、風邪ひいちゃうから急いで、一回行こう。まだボンボン TV をチャンネル登録してない方はここのロゴを押して